ニトロ Vlog、 今回の動画ですが、カスタムファームウェアジェル OS の導入解説を作ってみました。ジェル OS は最近 RG353V に正式に対応しましたので、 RG353V をお持ちならば動画を参考に導入してみてください。それでは早速解説に行きましょう。ジェル OS はレトロハンドヘルドのコミュニティが開発したゲームデバイス用 OS です。公式ファームウェアよりもアップデートの頻度が圧倒的に多く、使い勝手が良くなる機能が追加されたり、ゲームパフォーマンスも向上して公式ファームウェアよりも快適に動作します。この動画編集時点で対応するデバイスはアンバーニックの UMPC Win600、 それと RG552、 RG503、 RG353P と RG353V VS、 RG351P MP V 合計8機種に導入が可能です。この動画では RG353V を使って導入解説しますね。ジェル OS の導入はそれほど難しくなくて、パソコンを持っていて一般的な操作ができる人であれば簡単なんですよ。準備するのは、対応するゲーム機本体にシステム用とゲーム用のマイクロ SD カード2枚だけ。あとは、ジェル OS のイメージデータと、ダウンロードしたイメージデータを回答するソフト、そして SD カードの書き込みソフトが必要です。使うソフトのダウンロード先は、概要欄に記載しておきますのでチェックしてください。では、実際に導入作業してみましょう。まず、ジェル OS のディスクイメージをダウンロードします。ダウンロード先の URL は概要欄に記載してあります。さて、このリリースページの上部にある最新バージョンからアセットを探して全ての項目を表示します。全てのデータが確認できたら、導入したいゲームデバイスの機種名を探します。今回は RG353V に導入したいので、この 353P 用のデータを利用します。拡張子が GG になっているデータを探して、クリックすればダウンロードされます。ダウンロードデータは圧縮されているので、回答する必要があります。概要欄から回答ソフトを入手して、インストールしてください。次に、SD カードの書き込みソフト、バレないイーチャーをダウンロードして、PC にインストールしましょう。これで、必要なソフトがすべて揃いました。それでは、ジェル OS の起動ディスクを書き込みします。まず、システム用のマイクロ SD カードを PC で読み込みます。念のため、FAT32 でフォーマットしておく方が良いと思いますよ。フォーマットが完了したら、バレないイーチャーを起動。このボタンを押して、回答したジェル OS イメージデータを選択します。次に、セレクトターゲットから SD カードを選択。しっかり確認しないと PC のデータが消えます。くれぐれも注意してくださいね。最後に、フラッシュボタンを押せば書き込みが始まります。エラーなどが起きなければ、これで
ジェル OS のシステムリスク作成は完了です。RG353V の電源を落として、TF1、TF2 スロットから SD カードを抜いておきます。次に、作成したジェル OS の SD カードを RG353V のTF1 スロットに差し込み、電源を投入します。初回の電源投入で最適化作業が始まりますので、完了して再起動するまで待ちましょう。正常に起動ができたら、RG353V に限り、353T から 353V 仕様に設定変更が必要となります。スタートボタンを押して、システムセッティングメニューから、デバイス、IS、RG353V にチェックを入れて再起動します。これで全て完了しました。デバイスの電源を一度落として、ゲーム用の SD カードを TF2 スロットに挿入して電源を投入します。すでに構築してある SD カードであれば、メニューに導入済みのゲームコンソールが表示されます。ゲーム用の SD カードが新規の場合は、ゲーム用の SD カードにコンソールフォルダーが作成されます。電源を落としてからゲーム用の SD カードを抜いて、吸い出したゲームロムデータを該当フォルダーにコピー。TF2 に挿して電源を入れればメニューに表示されますよ。ジェル OS は頻繁にアップデートされていて、早い時は1日で更新されたりします。その都度書き換えると再設定したり面倒ですよね。すでにジェル OS が導入済みで Wi-Fi 接続の設定がされていれば、インターネット経由で設定を維持したままアップデートが可能です。ネットに接続したくない場合、または大型アップデートの際などは、ジェル OS のページから拡張し、タワーのデータをダウンロードして、ゲーム用 SD カードにアップデートフォルダにコピー、デバイスに SD カードを挿入して起動することで、最新版にアップデートができます。なかなか便利ですよね。ジェル OS の導入が完了して動作の確認をしたら、自分好みにシステムを設定しましょう。 Wi-Fi 設定や地域設定、メニューを日本語に変えたり、 UI 設定からテーマ変更やスクリーンセーバーの設定なども。ゲームも楽しいけど、システムを自分好みに設定するのもかなり楽しめますよね。はい、今回の動画はカスタムファームウェアのジェル OS 導入方法を解説してみました。それにしても数年前のカスタムファームウェアに比べると圧倒的に導入が簡単になりましたね。何より高機能です。対応機種を購入した方はカスタムファームウェアもぜひ試してみてください。
デバイスにより一層の愛着が湧きますよ。そんな感じで今回の動画はこれでおしまい。動画を気に入ってもらえたら高評価、コメントをお願いします。チャンネル登録がまだならぜひ登録してくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバイ。